はい、元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、令和6年2020年4月の1日15時50分になります。まあ、4月1日といえばエイプリルフールということで、今から申し上げることはエイプリルフールに関することであって決して嘘ではありません。で、なぜこのエイプリルフールのことについてお話しようかなと思ったかというと、昨夜ちょっとあるね、プロ野球選手、まあ、元プロ野球選手の方と、まあ、夜11時ぐらいから飲んでたのかな。で、12時を回ってエイプリルフールだっていうことで、その方がね、すごいこう人間味があるっていうか、僕すごいこの人選手時代と違って本当に気さくな人だなと思って、ちょっと感動したんですけど、もうね、エイプリルフールはもう誰とも会いたくないと、家にこもっておきたいって言うんですね。で、まあ、その前にちょっと人に騙されたみたいな話をしていたんで、あーすごい純粋なピュアな人だなと、うん、で、まあ、僕もそっちに近いので、ちょっとねその辺の話を、まあ、この今 LINE をやり取りしてて、そのどの元プロ野球選手に会ったかについては匿名にしといてくださいって言われたので、どこで会ったのかっていうことは言いませんけども、どこで会ったとかどの選手とは言いませんけども、まあ皆さんが思ってる以上に面白くてですね、この人将来ね、阪神の加藤さんのポジションを取れる人じゃないかなとは思ってるんですが、要は昨日のその野球選手、元プロ野球選手の話を聞いてて、僕もそうだなと思うのが、その人って基本的にこの3つに分かれるというか、まあ、原則この1番と2番どっちかに分かれるんですよ。で、よく言ってます、多発型と、まあ、自発型、何かマイナスなことが起こったとかいいことが起こった時もそうな、特にまあ罰なんで、人のせいにするか自分のせいにするかなんですね。で、この一番の多発型、他人のせいにする人、この人っていうのは特徴はね、悩みません。あの仕事がうまくいかなかったのは上司のあいつのせいだとか、ね、俺の言うことを聞かなかったあの部下のせいだとか、世の中が悪いんだです、ね、社会がある、日本がある、政治が悪いとかっつって、とにかくうまくいかなかったことをですね、他人の責任にする、こういう人たちは悩みません。まあ幸せですよね、これね。でも一方でね、この自罰型、自分を責めるんですね。いやーちょっと今回の事業うまくいかなかったの、あの時俺が間違ってたからだとかね、自分は嫌われてるんじゃないか、だから自分が嫌われてるから部下たちがついてこなかったんじゃないかって言って自分の責任するんですね。こういう人っていうのは成長はするんですけど、あまりね、実はね、うじうじしてるんで周りついてこないってちょっとマイナス部分があるんですね。で、一番やっぱり理想的な人ってこの無罰型、無罰的っていうんですかね、開き直れる人で、この1番から3番に行ける人ってまずいないんです。で、2番から3番に行ける人っていうのは、変われる人っていうのはいっぱいいて、僕もこれ完全に2から3に今自分を変えていってるというか、多分変わってると思うんですけどね。やる自分の責任だと思ってくよくよ悩むんですよ。ああしとけよかったな、こうしとけよかったな、いわゆるここ反省するんですね。これ一番の人反省しません、後悔する人、こっち反省する人なんですね。で、反省をして次につなげていくためには、ある程度は仕方ないよね、もう自分の責任ばっかりでうじうじしてても仕方ないので、いい意味で開き直っていくっていうことですね。で、その悩み、立花さんはよく鋼のメンタルですねとかってめっちゃ言われるんですけども、立花隆が心が強い理由っていうのは、まあ、皆さんから見てですよ、常にね、悩み、問題、障害の解決法ステップっていうのを実践してます。で、解決法ステップ、悩みに関してまず最初に絶対やらなきゃいけない、これね、まあ、今最近で言うとその政党がね乗っ取られたっていうことについてですね、まあ、1年前にそういうことが起こって、まあ、1年経って実際乗っ取られたんですけども、僕の精神のこう動き方っていうのは、最悪の場合を想定しておく、想像するっていうことですね。できるだけ具体的に想像しておくっていうことですね。問題が発生した時に、これって、まあ、具体的に言うとね、国政政党乗っ取られた、さあどうなるんだろうか、あでも多分裁判したら帰ってくるよね、だって俺嘘く言ってないし正直に生きてるから、
まあ、その間どうなるんだろうかとかいろいろ考えるんですね。でその具体的に、まあでもまあ仮に裁判で負けて政党がね取られたとしても、まあ法律上の借金はまあ向こうに行くし、自分が死ぬわけでもないし地球が滅びるわけでもないしっていうようなことで、まあ最悪の場合を想定するんですね。で大体の僕の場合は確かにこれだけ大きなね10億円もの借金があってっていうことで大きな悩みなんですけど、これ皆さんに置き換えた時に本当にその悩みが実現した時にあなた死にますか、地球が滅びますかっていう視野で見ると全然悩みって大したことないでしょ。もちろんね会社がクビになる、会社をクビになるかもしれないとか資格を失うかもしれないですね、その悩みのレベルによっては。ただその悩みをできるだけ具体的に考えていくと、考えていけば考えていくほど、例えば僕だったら刑務所に行かなきゃいけないかもしれない、でも刑務所に行く、でも具体的に刑務所に行って何するんだろう、規則正しい生活が待っていて食事がコントロールされていってきっと痩せて健康になるだろう、自分とも会話する機会が増えてですね精神修行になるんじゃないか、そうすると逮捕されて万が一刑務所に行っても成長するんじゃないかみたいなことを考えていくっていうことですね。常に最悪の場合を想定しておけば死んだりとか、すごい病気でね動けなくなったりすることってほとんどないんですよっていうことですね。で2番目これ開き直るってことです。ここもうねその状態を覚悟する、もう仕方ないよね、もう実際なってしまった、まあ、今のように国政政党はもう帰ってこないってなったらもう開き直るしかないんですよ。これ開き直った時の人間のパワーってすごいですからね。だからいつまでもこううじうじしてたらダメなんですよ。もう仕方ないじゃないですかと、ね、政党がまあ乗っ取られました、それはもちろん僕に責任があります、だから後悔するんじゃなくて反省するわけですよ。あの時に、代表権を移すべきじゃなかった、これいくら後悔したって何もプラス生まれないですよ。でもあの判断は失敗だったな、でもあの失敗からいろんなことを学んだよね、だからこれから開き直って新しくね、もちろん債権者の方や投票いただいた方、国民の皆さんに対してプラスになる政治的な活動をしていくっていうところで開き直ってるってことです。で3番目、もうこうなってくるとですね、まあできるだけ最小限になるように努力をしていくってことですね。そういう問題が発生してますと、だからできるだけそれが迷惑をかける人の損害が最小限になるっていうことを、まあ少しでも良くなるように努力をしていくっていうことですね。で最後はもう悩んでいないで行動すると、まあこれ開き直ると一緒なんですけどね、もうここはもうよしと、もう国政政党諦めた、政治団体からもう一度国政政党を作って、そして政権に入ってですね、正直者がバカを見ない社会にしていくんだっていうね、そういうもうエネルギーに変えていけばいいんだ、全ての悩みっていうのを最終的には開き直ってね、最小限に皆さんに本当にこれ誠心誠意、僕もねお金をお借りしている以上はですね、法律上の僕の弁済義務はないんですけども、道徳的には弁済義務はもちろんあるわけですから、じゃあ僕が借りている10億円を返せないかって言ったらそんなことはないですよね。よくよく考えれば僕のこれまで培ってきたノウハウ人脈を考えた時に10億円なんて返してもつりが来るだろう、それは当然時間はかかるでしょうけど、必ずそういうことでですね、悩んでいないで行動すると、今そういうステージに今来ていると。だから自分でもねすごくね成長したな、この56歳、55歳から56歳の間でもすごく成長したなと思ってます。でね、まあ僕は常にこのね3人の歴史上の人物を尊敬してます。織田信長ですね、まだまだね下克上の頃でですね、まあとにかくなかるなら殺してしまえ、ホトトギスです、もうとにかく派手に行くわけですよね、この人は。もう言うこと聞かなければ比叡山やるお坊さんですら焼き打ちする、殺してしまう、激しいことをしました。で豊臣秀吉で、この人が明智光秀に、まあ、暗殺されて本能寺で亡くなって、家来にあった豊臣秀吉ですね、農業ので農民からですね、まあ天下統一をしていったり したわけですね。で豊臣秀吉もまあね、泣かるなら泣かせてみせよう、ホトトギスだったんです。この人は殺す、この人は泣かないんだったら泣く方法を考えても、どっちかってこう攻撃的に行くんですよね。で僕もこれまでの人生どっちかったらもう攻撃的でした、ね、立花は非常に過激な攻撃的な性格であったっていうのは多くの皆さんこれをやってきたんです。
で、これからの僕の生き方というのは徳川家康です。泣かるなら泣くまで待とうホトトギスです。つまり、これまで僕がその不倫路上カーセックスとかですね、過激なことやってきましたよね。でも最近の、まあ、あの僕のツイッターとか見てもらえれば、 YouTube 見てもらえれば、まあね、西村秀樹氏や河岸号に関して今過激なこと言ってあのネット上のニュースにもなってますけども、まあ、これこれで終わりです。もうあの西村秀樹君が何言ってこようが、川上信夫さんが何言ってこようがですね、それは議論をすると、お互いがディスカッションをすると、まあ、あえて僕は大人の口喧嘩と表現してますけども、話をするならいくらでもこれからも受けますよ。でももうネット上の特にツイッターとか一方的な形で何かやろうとするつもりは全くありません。これは、西村博之氏や川上信夫氏だけじゃなくてですね、もう立花に批判的なことを言ってくるっていうか、まあ批判はいいんですけど、攻撃的なことを言ってですね、再生数を稼ごうという人たちに関しては無視です。もう徳川家康なんですよ。でもうこれからね、穏やかに時間をかけるっていうことがこれから大事になってきます。っていうのは僕の戦略はご存知の通りですね、もうお金持ちが政治をすること、そして、そのねお金持ちが政治をするためには有名なインフルエンサーを、まあ、引っ張ってきて立候補してもらうと、まあこういうなんていうのかな、素地っていうのが出来上がってます。その基本的なことが出来上がってます。そしてこれまで僕の敵だったテレビがどんどん衰退していってますよね。まあ松本人志さんの裁判とか、あのこの事件を見てもらえば分かる通りですね、テレビを守ってきた暴力団の力とかもどんどん下がってきてるんですね。だからもうこのまま時間をかけて徳川家康のようにやっていけば、テレビから影響を受ける人がどん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 これからなくなっていきます。で、スマホ、まさにこれを見る人がですね、どんどん影響を力をつけてきて、でそんな中でね、ネットで情報を得た人が、まあ、政治に関心なくても投票に行ってもらうっていう方法を考えてやっております。まあちょっと最初に戻りますが、この多発型、もうこの人たちはどうしようもできないです。もう多発的な人に関しては一生このままです。自分を見つめ直すことはありません。で周りから見てるとこれ悩まないんで、ある意味幸せなんです。立花を応援する人ってほとんどこっちなんですね。自罰型。自分を責めるんです。自分を責めた方が当然成長はしますよね。だって失敗に対してこっち側は後悔する。こっちは反省するんで、後悔なんかしたって戻らないんだから、過去に行かないんだから。でも、ああ、失敗した。ああ、あれは立ち直るね。っていうことで悩まないから、この人たちはある意味一生幸せです。能天気とも言えますよね。どんなにマイナスのことが発生しても悩まないでしょ。だから多発的な人に対していくら攻撃したところでこの人たちは悩まないっていうことを皆さんまず知っておいてほしいんですね。で、こういうこの人とこの人が交わることって基本的にはなくて、この自罰型の人もですね、やっぱりちょっとうじうじしてしまうんです。自信を失ってしまうんですね。だから そうじゃなくて冷静的に客観的に自分を見るっていうこと、自分の失敗に対して客観的に自分を見て、これからじゃあその失敗をもとにどうやっていくのかっていうのを考えていくのが無罰的な人、無罰型の人なんで、自分を責めすぎる人は少しちょっと客観的になってね、少しは人のせいにしていいんじゃないかという考え方を取り入れながらやっていけば、楽しい人生というか成功する人生が待ってます。で最後に、今成功とは何ですか、皆さんが成功って何ですかって聞かれた時にどう答えますか、ね、これ国語辞典ではね、ある目的が達成された状態って書いてあるんですね。これ点のことを言います。しかし成功者に成功とは何ですかって聞いた時に共通した答えが返ってきます。それは目標を設定してそれに向かっている状態が成功だ。からある点、ある目標を設定してそこに向かっていって、もうそこに到達しそうになるとまた新たな目標が出て、その目標に向かっていっている状態である。これは成功者共通の答えでですね、成功とは一つの点、いわゆる学校に合格する、試験に合格するとか、資格を取るとか、企業に就職するとか、それが成功だと思っている人はいつまでたっても成長はしない、真の成功者にはなれないと私は考えております。
ということで、エプリルフール、私は人を騙したりはしません。この日は、もう正直、エイプリルフールなのか本当なのかを判断するのが邪魔くさいんで、エイプリルフールはなくなった方がいいと思っております。以上です。NHK をぶっ壊。